遠いな。ARI 卓球スタジオの提供でお届けします。8時になりました。皆さんこんばんは、山崎もかです。この番組は FM ホット839 FM 相模よりお送りしております。今夜のゲストはまさこーちです。こんばんは。こんばんは。はい、ということで、はい、中秋中秋の名月って、はい、ね、いうことで、はい、中秋だよね。中秋、ね、マジ中秋だよね。うん、やっぱり見た中秋、うん、見てないね。見てない。見てない。それ見た。俺中秋の満月見た。中秋の中空いてました。中空いてた。うん、ドーナツみたいなさ。中秋天ですよ。中秋って。らしいですね。うん、見なかったんだ。昨日ですもんね。でも今日も綺麗だったね。うん、今日は見ました。なんかね、あのおぼろ月というか。おぼろ月ってなんですか？おぼろげな、なんか雲がこうふわーっと、またちょっとなんかゲゲゲの鬼太郎、まあ、ちょっと一説だと怖いけど。はいはいはい。でもなんかちょっと考え方変えると、うん、哀愁漂う中秋の名月です。はい。秋はいいですね。はい。ということで、じゃあ行きましょう。はい。まさこーちの卓球でプロファイリング。え、月見食べました？食べた。どうでした？あ、いや、とろりは食べてない。食べた？食べた。フルーリー的なの？飲んでない。あれから進化しないです。進化しないか。先週から食べたいな。卓球が強くなれるところ、 ARI 卓球スタジオ、JR 相模原駅から氷川神社方面徒歩5分、マリオンビル3階、 ARI 卓球スタジオ、ジュニアからシニアの各種大会です。 ARI 卓球スタジオ、マサコーチの卓球でプロファイリング。はい、ということで、はい、卓球でプロファイリング、はい、今日もね、生放送でお送りしていますので、どしどしメッセージを送ってください。はい、はい、それでは読んでいきます。はい、今来たやつから読んでいきますね。ありがとうございます。まさこーちもかちゃん、こんばんは。こんばんは。秋も深まり、中秋の名月はあいにくの雨で見えませんでした。残念です。うん、さて今夜のお題はおしゃれです。まさコーチのツイートを見たら、うん、おしゃれな T シャツ姿が意外とおしゃれなんですね。まさコーチ、わら。おお。え、なんですか？おしゃれな T シャツ姿。僕じゃなくて、監督ですかね。総監督、親父じゃないですかね。あ、そうなんだ。うん、が、スティーシーの、あー、はいはいはい、T シャツ着てたのね。へえ。で、ニューエラの、うん、キャップかぶって、へえ、イケイケですね。そうで、ここ頭のさ、上のさ、マークみたいなところ、例えばニューヨークだったら Y とかさ、いろいろあるじゃん。はい、なんか希望の木みたいなの載ったりとか、うん、あのね、大相撲の横綱の力士の刺繍が入ってる。どうしたんですか？何を心配してんの？じゃあ、そいつでそういうファッションなんですか？いや、いや、ステューシーは前、着てる。ああ、そうなんだ。うん。で、本人気づいてなくて。何？ステューシーに？と。うん。ああ、知らない。そうそうそう。だいいなと思って買ったのがステューシーだった。へえ。結構、お客さんに、センスいいですね、とかって。へえ、うん、おしゃれさんなんですね。そうなんですけど、もう早速中秋突っ込まれてますけど。うん。大丈夫ですか？中秋ね。はい。どう、おしゃれってさっきちょっと話してたけど、なん、はいはいはい、そうどうなの？何がですか？今日はさ、まかちゃんは何スタイルなの？オフィスカジュアルです。オフィスカジュアル何それ？オフィスカジュアル聞いたことない。ちょっともう大人なんで、25歳なんで。昔からあるのそれ？オフィスカジュアルありますよ。あ、そうなんだ。なんかスーツよりちょっと私服よりの仕事着みたいなのをオフィスカジュアルって言う。スーツよりちょっと私服よりの仕事着、うん、はい、わけわかんないじゃん。だからスーツじゃなくて仕事場はオフィスカジュアルで着てくださいみたいな決まりとか、その会社によってある。あ、そうなんだ。はい。え、知らないですか？オフィスカジュアル。アメカジだったら知ってる。全然違います。オフィスカジュアルです。オフィスカジュアル、はい。へえ。
やー、俺は基本的に B ボーイスタイルだから。あ、そうです。B ガールが好きって言われてましたね。 B ガール好き、そうです。ファッションは初めて聞きましたね。そうそうそう、分かった。サーフ系みたいなことですかね。サーフ系でもないんだよ。海じゃねえんだもん。陸、そのサーファーっていうのはサーフィンを、はいはい、そのメインじゃん、はいはいはい、その絵にしてもデザインにしても、うんうん、そうじゃなくてもうちょっとストリート系、うん、なグラフィティアートみたいなデザインだったりとか、うんうん、もうちょっとなんかお金が欲しいっぽさが出てたりとか、もうちょっとハングリー的なデザインだよね、何かを突破していくちょっと攻撃的なものだったりとか。ああ、そう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 。じゃあ、うん、すっごく顔がタイプな服装清楚系と、うん、あんまり顔タイプじゃないけど服装 B ガールが来たらどっち取りますか。服装清楚系。服装清楚系顔タイプ、うん、あ、なんだ、次行きましょうか。はい。何それ。答えダメだったね。まさこちもかちゃん、こんばんちょ、たくままです、はい。冬ってどんな格好か思い出しました。うん、冬になると家へ出るまでが大変なんですよね、うん。冬になると大変なことってありますか。例えば、布団から出ること、うん、お風呂に入るまでのルーティーンなどなど。あー、どうですか。いや、私、冬、本当に嫌いなんで。うん、もう全部わかります。布団から出るのも無理だし、うん、お風呂入るのも無理だし、うん、すごくこの方の気持ちわかります。俺さ、はい、昔、うん、あの原付よく乗ってたのよ、はいはい、あのまだ16、17ぐらいの時って、うん、車免許取るまで、うん、で当時俺その結構その時からコーチ業みたいな、卓球のコーチみたいなやったことだったから、はい、家から1時間ぐらい、うん、そのなんつうの、原付でさ出勤するわけよ、遠いじゃん。遠い。そう、でも原付で行ってたの、はい、でその冬はさもう超寒いの、うん、だからもう服とかもすげえ着るし、うん、これねバイク乗ってる人分かると思うんだけど、あのね軍手をね3枚ぐらいね重ねてね、つけるのよ。すごい。だから手がミッキーマウスみたいになってるの。え、それってこうつかめるんですか。つかめないあんまり。あ、ですよね。いや、あのねひねるとかブレーキをするぐらいできるよ、うん、だけどもうなんか本当になんかグローブをつけてるような感じになる。そう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 。それで顔もねすごく凍っちゃうぐらい、もう本当涙が凍っちゃうみたいな、パキパキになっちゃうから無理。無理でしょ。だからなんかこうタオルをこう顔のところにこう巻いたりとか。本当もう防寒はねバイク乗る人はねすごい大変だと思います。いや、もう考えるだけでもう寒い。うん、うん、そんな感じです。すごいな、大変なこと。そうですね、うん、風呂に入るまでのルーティーンとか別に大変じゃないけど。え、でも風呂って冬でも夏でも関係なくちょっと入るまでによっしゃ入るぞって気になって入れなくないですか。ああ、まあ女性そうかもね、うん、やっぱいろいろ面倒くさいことあるよね、はい、男性はとりあえず一っ腹いっかって感じで手やんない手やんないって感じでいけるから、まさかいいですよね。そうそうそう、ちょっとシャワー浴びて別に乾かさなくてもいいしみたいな。そうか、そうね、ドライヤーが一番だるいんですよ、女子は。そうでしょ、はい、そう。あとメイク落としたりとかもあるじゃん、はい、ね、男性そういうのもないから全然だよ。はい、続いて、うん、今来たやつ、ね、ありがとうございます。モカ2号さんからです。おう、あれ、うん、誰だろう、中秋大笑い、うん、じゃあこれなんて読む、モカちゃん、ちょっと見せて。私読めますよ全然。ああ、本当、はい、まあ、それはそうだよ、ね。え、でもこれなんですか。それは読める方はそれ言ってくださいよ。じゃあまず1番は ?1 番、みかげ。そう。2番は ?3 にけで、きって書いて、あの、要は地名だよね。はい、みかげ。うん、つくいの。うん、みかげ。もう1個はこれも作る。知らない。ヒントはその近くですよ。す。お。す。お。すんに沢に嵐と書いて。すらし。すらし。あ、残念。何ですかこれ。え、正解は知ってるんですか。すんざわ嵐でした。え、そのまんま。違いますよ、違いますよ。パチパチもらいましたけど。え、正解じゃないですか。すんざわ嵐合ってます。全然違うと思います。え、答えは。すわ嵐。すわ嵐。すわ嵐。何それ、地名ですか。地名、地名。へえ。うちごとかわかるかな。うーん、まあ、じゃあプレジャーフォレストとかあに行く方にありますね。素晴らしい。そこまでいかないですけど、そう。かっこいい。念坂とかさ。あるんですよ。奥畑とか。
え、かっこいいんですね。アコーマとか。素晴らしい。それ言い方の問題ですよ、もう絶対。そう。みんなかっこいいんだよ。かっこいい。よせとか。え、本当ですか？あらあら、全部本当？全部本当。すごい、うん。ちょっと何をもう続いて。あ、行きます。はい。中間テスト来月ありますが、うん、勉強の習慣が消えました。それだけ。はじめ、はじめちゃん低レベルですが、卓球も勉強もはじめには負けたくありません、うん、それだけ等しい、うん、等しい。卓球はともかく、はじめ等しよりは性格がいいです。はるか女ですよ。はい、ということでいつもありがとうございます。はい、まあ答えを言うと、はい、はじめは勉強の習慣が消えたから、等しははじめには負けない。うん、で、はるかは卓球負けてますが、うん、まあ勉強が成績いいということで、うんうんうん、まあ三者三様というか、はい、まあそんな感じなんですけど、はい、この3人は同じ学校なのか、はい、そのどういった関係性なのかを、うん、あの次回のラジオの時にメッセージで送ってください、うん、あ、ちょっと気になってきた。でも私これ結構言ってるじゃないですか、うん、3人ってどういう関係なのとか結構話してるじゃないですか、うん、一向に言ってこないじゃないですか。怪しいな。同一人物の可能性ありますよね。お、名探偵、名探偵モカ名探偵モカン。ありえますよね。テレ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 テテ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 テ。気持ちいいね、エコー。久しぶりのカラオケ。気持ちいいんだよ。カラオケ行きたいなってさっき言ってたのね。これ本当に同一人物説あります。そうそう、なんだ、そのよくあるあるだよね。最近ネットでもさ、うん、あるじゃん、うんうんうん、なんか一人でさ、いろいろな人だ、自分そのなんつうの、なんていうんだ、そういうのやつなんだっけ。多重人格。違うよ、それはそれはそのネタにしちゃいけない。なんですか。一人でこうなんていうの、自画自賛じゃなくて、自業自得じゃなくて、自己満足、自己満足じゃなくて、自分でこう人の人なんか自画自賛じゃなくて、自分でこう自己評価じゃなくて、なんだ、なんていうんだろう、じ次行こう。はい、次行きます、うん、後で分かったら言います。はい、角、はい、の卓造じゃねえしです。おうおう、こんばんは、電話番は、電話番は、はい、先週インスタントラーメンの話を聞いたのですが、やはり卓球のことを聞きます、うん、普段なら負けないのに大会になると自滅で負けるパターンってありますか、うん、私は結構な確率であります。どうしたらいいでしょうか。おー、ですって。大会になると自滅で負けるパターンってあるよ。うーん、あのね、結構ほぼ自滅だと思う。卓球ってミスのスポーツだから、はい、これ練習内容とかもミスを減らす練習なんですよ、うん、だから自滅しない練習なんですよ、うん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 、卓球ってで自滅させる練習なんですよ、相手に。あ、だから点を奪うというよりは点をもらうっていう、点をいただく、奪い取るっていうよりは、うんうん、点をおこぼれもらえますみたいな、そういうテクニックが大きいと、うん、やっぱ勝つ可能性っていうのは大きく広がるので、はいはい、うん、あんま自分から点取るとかっていう練習ばっかじゃなくて、自滅しない練習と相手にミスさせるっていう練習すると、まあいいと思います。ただ電話番話っていうのが何なのか俺知りたいな。そうですね、うん、番組を聞いているとこんなのが流行っていそうなのでって書いてあります、うんうんうん、もうちょっとなんかその深く聞きたい、電話番話の意味を。じゃあ電話番号あれじゃないですか、方言、方言、うん、どっかの方言でこんばんはを電話番号、うん、いやだ、電話番号ちょ聞きたいわはい、うん、続いていきます、うん、今ハマっていることは何ですか。まさこちゃん化粧、うん、原平里さんです。いろいろな競技のコーチがいますが、まさこちゃんどんな特徴を持ったコーチなんでしょうか、うん、フォームを教えてくれる、勝ち方を教えてくれる、楽しみ方を教えてくれる、うん、もかちゃんはどんな卓球コーチがいいですか。どうですか。私はとにかく褒めてくれるコーチがいいです。おー、はい、褒めて伸びるタイプだ。絶対そうです。もう、ちょっとでもなんかこう、怖く言われたらもうシュンってなる。でも負けず嫌いって言ってなかった？相手には。でしょ？はい。だからコーチからさ、マガちゃんなんかちょっとできてないんじゃないの？大丈夫？って言われたら、ぐーんやってやるみたいにならない？なる。なるんじゃん。なるけどやめて。じゃあ一旦 CM 入りまーす。今は、高筋肉、高筋肉、高カビ。結構悔しいだよね。卓球で初日は優勝したいんだよね。
ARI 卓球スタジオ。マサコーチ頼む。マサコーチ、私を優勝させて。ジュニアから一般シニアまで卓球が強くなれるところ、 ARI 卓球スタジオ。 JR 相模原駅から氷川神社方面に徒歩5分、マリオンビル3階、 ARI 卓球スタジオ。各種大会で選手活躍中。さあ、マサコーチ、それフライパン。マサコーチの卓球でプロファイリング。マサコーチ、それはフライパン。はい、はい、でね、俺考えたんですよ。そういえば何ですか、あの楽しみ方って何なんだろう、卓球の。ああ、はい、でね、いろいろあって、うん、勝つ楽しみ、うんうんうん、でできる楽しみ、うん、であと俺もう一個思ったのが、その分かる、見つける楽しみ、見つけた時の楽しさっていうのがあると思って、うんうんうん、でそれをこう選手、まあ、もしくは生徒に聞いた時に、うんうん、何でこの人は楽しめるのかなっていうのをやっぱり感じながら教えるよね、俺は。で、今言ったように褒めて伸びる人には褒めます、はい、で今見た秋みたいに大丈夫なのっていけるっつって煽って伸びる人にはやっぱ俺は褒めないです。え、全部欲しいです。それはわがままです。それはわがまま。いや、だけどわかる。バランスでね。ちょいちょい欲しい。時ね。ちょっとシュンとしてる時は褒めてほしいし、ちょっと調子乗っちゃった時は、あ、あかんよってやってほしいし、で、ちょっとなぞなぞみたいな感じで、見つける楽しさやったりとか、まあ、あとはたまに勝ち方を教えて、勝った時の喜びとかね。そういう風にやっていくと。そうですね。まあ、でも褒めてもらいたいんだね。いや、今の時代みんな結構多いですよね。そう。褒められたい。そうそう。でね、俺本当に思うのが、はい、シニア、ママさん世代って、はい、褒めないでくださいって言うの、みんな。褒めるとできなくなっちゃうって。うん。褒めると私ダメなのっていう。もっと厳しくしてっていう。すごい。そう、なんかね、慣れなんだと思う。やっぱその、生活習慣じゃないかな、やっぱ。でやっぱ褒められて生きてきてる人にはやっぱ褒めた方がいいのに、絶対に、うん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 、で厳しくされて生きてきてる人にはやっぱ厳しくした方がいいね。どっちがいい悪いっていうか、その人にとっていい悪いっていうのでね、やっぱやるべきだよね。もう心理戦ですね。多様性ですよ、やっぱり。そうですね、うん、はい、続いていきます。心理戦ではない。心理戦でもありますよ。心理戦ではない。心理戦戦ってんのだって、はい、俺と、はい、戦うんだ。ああ、でどういかに心をつかむか。こんばんは。こんばんは。違うでしょ、電話番までしょ。ちょっともう、もう忘れてるんだ。ごめん。いきます。はい、こんばんわさび。電話番わさび。サボリーマンです。はい、涼しくなった今ですが、はい、私の友人に先週こんな体験をした人がいます、うん、地元じゃ割と有名な場所にある、日中の西洋料理屋さんの前で、晴れているのにもかかわらずびしょ濡れの女性が立っていたそうです。瞬間的に見たので詳しくは分からなかったようです、うん、あまり気にもせず通り過ぎて、車から異常な音が聞こえ始めたので、うん、止めていろいろ確認したが何もなかったそうです。車の外を確認して異常がないので出発しようとしたら、うん、その友人の靴が晴れているのにもかかわらずびしょ濡れになっていて、うん、靴下まで濡れていたそうです、うん、いつ濡れたのかもわからなかったそうです、うん、その靴と、靴下は神社の お札を納める場所に置いてきたそうです。こんなに身近にあった怖いお話です。その話を聞いてから深夜の警備巡回が怖くて仕方ありません。本当ですか？怖い話じゃん。急に怖い話。急に怖い話。怖っ。でもどうだったんだ？大丈夫だったのかな？でも神社に駆け込み、うん、置いてきたって。うん。要は、あれでしょ？お払い的な。お払い的な感じだと思うけど、そういうことがあるんですね。怖い。怖いね。そういうの最近あった？ないです。何もあります？怖かった体験最近、うん、最近全然ないよ。最近
怖い話は最近全然ない。いいですよ、なくて。うん。何だったんだろう。いや、本当にリアルですね。だって濡れちゃったんですよ、足。うん。いい迷惑ですよね。迷惑？本当に足が濡れるって急に。なんかもうちょっとさ、なんかね。痛みとか、うん、苦しみとか。地味に嫌ですよね。そう、じわじわじゃなくて、うわ、濡れてるってなったでしょ。濡れてるってなったわけじゃん。絶対笑っちゃいけないんだけど、笑っちゃいます。笑っちゃうよね。だって急に足が濡れてる。車の異常な音っていうのも、うん、やっぱりようわからんし、うん、なんだろうね。結構でもこういう異常な音がしたりとか濡れてるとかってあって、はい、で寄り道したことによって、うん、大きな災害を免れたとか、あ、逆にピンポイントでその災害に巻き込まれたとかっていうことはちょくちょく聞くじゃん。うん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 、確かに。だからその時間を、その状況が起きたことによってどうなったのか知りたいね。確かにそうですね。そう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 、何かあったのか。ちょっと宝くじとか買ってほしいな。いい、当たりますかね。いや、どっちかどうなるか、それいい方に持ってった方がいい、うん、物事は、はい、プラスに持ってってほしいわ。すごいな。まあサボリーマン頑張ってください。はい、そう、多分サボってるかと思うけどな。絶対バチ当たったんだ。だってサボリーマンだもん。バチ当たったんだもん。続いて、はい、A タクファン4号です。私も自分が何号か分からなくなってしまいました、うん、試合の時にお弁当はどんなものを持たせればいいですか、うん、あまあ、まずは、はい、その何号か分からなくなったって言ってるんですが、はい、自分で4号って言ってるの4号です。本当だ、4号、ね、確実に4号です。確実にこれの方がホラーじゃないですか。これの方がホラーと思う。すっごいホラー。自分で書いてその2行目で自分が誰か分からなくなってしまったっていう状況。ホラーホラー、これやばいよ。これやばいですよ。今鳥肌立ちましたもん。名探偵モカン、本当に推理してる。そうですよ。なんで、いや、これは繋がってんじゃないの。多分 A タクファン4号ですまでは、うん、あの前日書いてて、うん、そのまま寝ちゃって、うん、で次の日に2行目から書いたから、うん、ちょっと言ってることが分かんなくなっちゃった、ね、ああ、そういえば昨日なん、あ、私なんて書いたっけ。そう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 、あんま気にせず書いて、あ、っていう感じじゃないですか。寝ちゃった。あ、へえ、ほら、おー、当たりです。そういうことです。なるほどね。なので試合の時お弁当何を持たせたらいいですか、うん、あ、その前に曲いきたいと思います。はい、どうぞ。あのね、最近ね、ドリカムまた聞き出して、はい、ドリカムいいなと思って、うんうんうん、で今日ドリカムのね歌で、最近試合とかね、うん、ちょくちょくみんな多いので、まあ、あの負けちゃったりね、あとテスト前とかいうことなんで、まあ、くじけても頑張ってほしいっていうことを込めてこの曲を送りたいと思います、はい、ドリカムで何度でも。はい、ということでね、はい、あのお弁当はね基本的に試合でしょ、はい、そうですね、あの食べてる時間が限られてたり、はい、あとは食べた後の動きに影響が出たりするから、うん、まあ、あの消化にいいものがまあポイントなんだけど、俺だとお弁当じゃなくて、もうほんとおにぎりとかバナナとか、そのおかずはいらないと思う。炭水化物メイン、そうそうそう、エネルギーゼリーとか、うんうんうん、そんな感じでお弁当はね、本当に遠足気分的なお弁当ではなくて、ほんとスポーツのご飯がいいと思います。そうですよね、パパッと食べれる、うん、そう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 、はい、そんな感じでいいと思います。はい、続いて最後です。はい、最後、ピンポンパンさんです。あ、ピンポンパン、どっちシリーズ参りましょう。あ、どっちシリーズ。寒くなったら、うん、中華を食べるなら麻婆豆腐中華あんかけ、はい、せーの、麻婆豆腐中華豆腐って何？中華あんかけ。中華和食を食べるなら和食ちゃんこ鍋、湯豆腐、うん、せーの、ちゃんこ鍋。まあ、そりゃそうだよね。地元で遊ぶならゲーセン、カラオケ、せーの、カラオケ。まあ、さっき行きたいって言った。地元で冬デートなら、さあ寝るか、陣馬山登山。陣馬山登山いいね。天山陣馬山登山いいね。プロレスラーでも、うん、動詞がバーベキュー、おお、せーの、ジンバザンドゼン。それだけでこっちが選んだ。今のモカちゃんのモカちゃんの言い間違いでそれでした。え、本当は何ですか。いや、それはまあ次回の、じゃあ、え、
なんか最近面白いね。なんかもかちゃんにその相模原というか、しかも津久井寄りのそういう、はい、これも津久井寄りなんですか。そうですね。まあ山じゃなくていいんじゃないって感じ。神馬山。うん。神馬山。神馬山登山。うん。神馬山登山。そういうことでいい。うん。それそれ。知らないわ。そうそうそう。これ結構で歌になってたりするから結構有名だよ。何の歌ですか。なんか。地域の歌みたいな、効果に使われてたりとか、全然しますから、ね。でも本当は同志川バーベキューがいい。いや私もね、うん。だけどちょっともかちゃんのそれがね面白かったからこっちに。だって冬に登山ってやばいですよ。やばいね。寒いもんね。ということで、はい、今日もこれで終わります。はい、来週は10月の29。お、まだ9月？9月。よかった。9月最後になります。皆さんまた来週も聞いてください。ベンチ下で寝てた頃はまるで子猫みたいだ。遊びがてらなのになぜか可能性を秘めてた。負けず嫌いな気持ちが君の頬を伝ってた。長くなると思ってたけどすごく短かった夏。あの時涙ながらに覚悟決めた日、同じ目的同じ夢が見えた日、何度もこらえてこらえてここまで、未だ記憶の中に鮮明に残るシーン。理解のある心に自問自答してたり、不安定な心に女でも出す男気。喜びは常にないが感謝なら懐に、ありがとうはいつまでも変わらないだろう。怒ることも褒めることも慰めることもできない。今は正解欲しいわけじゃないだろう。こんなに切ない思い重ねて、場所や距離じゃない夢を共に見続けるのさ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。